ジュリオ・エーナウディ・ジュリオ・エーナウディは、イタリアの大手出版社、エーナウディ出版社の創立者。ルイージ・エーナウディの息子にあたり、イタリア政府音楽大使で、ピアニストのルドビコ・エーナウディは孫にあたる。彼が1933年に設立した同盟の会社は、優れた文学、知的思想、政治理論のヨーロッパの源泉となり、かつてはイタリアで最も権威のある出版社とみなされていた。 彼はまた、文学、歴史、哲学、芸術、科学に関する本の著者でもあるジュリオ・エーナウディは、イタリア共和国将来の第二代大統領である父、ルイージと妻の間ペッレグリーニの息子として、トリノのジュスティ通り四番地のアパートで生まれた。彼の父親は、三十六年後に、イタリア共和国の大統領となる。彼には、エンジニアのロベルトと、大学講師で、政治家、 ハンファシストのマリオという二人の兄がいた。トリノのマッシモダゼリオ高校に通い、ハンファシストのアウグスト・モンティの教え子であった。その後、チェーザレ・パベーゼ、レオーネ・ギンズブルク、ノルベルト・ボッビオ、マッシモ・モミラ、ビットリオ・フォア、ジュリオ・カルロ・アルガン、ルドビコ・ゲーモナ、フランコ・アントニ・チェッリなどのメンバーが所属する、アゼリオ・リセの元学生たちの兄弟団の一員となる。 1933年5月に、エーナウディ出版社を設立する。トリノの本社は、アントニオ・グラム氏の週刊誌、エル・オルディネル・オーボの本社と同じ建物のアルキベスコバード7番地の3階だった。1934年には、新生・文化史を創刊する。エーナウディ出版社は1987年に、売却され、1994年には、モンダ通り社の参加に入る。 ありがとうございます。